い、どうも、フラちゃんです。じゃあ本日は全種族こんなイメージーということで、まあフラちゃんが個人的に思う偏見マックスの全種族に対するイメージを今回動画にしていきたいと思います。まあこれから何の種族を選ぼうかそう思ってる方ですね、フラちゃんの意見一つ参考にしてみてください。偏見もありますし、で、あとは全体的にこう言われているということも解説していきますので、今回の動画が全てではありません。そちらはご了承して今回の動画聞いてください。早速やっていきましょう。それではまずは王が男から解説していきます。まあこちら右側の画像なんですが、10周年の国勢調査でアストルティアで一番多いパーツを全て組み合わせた王がの像です。まあなのでこういう髪型してる人が一番多くて、こういう顔をしてる人が一番多い、であとはその他身長とかそういったものを全て組み合わせたものです。まあというわけで、こちら王が男フラちゃん的に思うのは、まず戦闘がうまいということ。いや、これはね、結構個人的にも多分全体的にも思われていることで、王が男ってなんとなくこう戦闘うまいイメージなんですよ。まあ、例えばなんかタイムアタック勢とかと一緒になんかをやっていたりとか、まああとは国勢調査のまあいろいろこう乗ったりとか、まあそういうことで全体的に戦闘うまいなって感じています。しかもその戦闘のうまさというのは周りに合わせられる戦闘の強さということ。まあつまりタイムを出すためにもう個人プレイをしているわけではなくて、誰々がやられたからどういうカバーをしようとか、こういうことやったら味方嬉しいよねということで何かを行動したりとか、まあそういうことで味方をちゃんとカバーできるような、そういった個人プレイではないうまさ、まあそれを秘めている人が多いイメージで、実は王が男って昔めちゃめちゃ叩かれていました。まあというのも初期はキッズが多かったから、バージョン1とかの当時って例えば、オーガだったら、炎耐性が元から 20% ついていたりとか、HP と力が高いとか、まあそういうことで、オーガ一強だったんですね。まあなので、そういうことで、オーガを選ぶ人も多かったし、で、なおかつ、オーガ男というのは、やっぱ小学生から見たらめちゃめちゃかっこいいわけですよ。最初の種族を選ぶ像とか見てみると、やっぱオーガだけ飛び抜けてかっこいいんですね。まあ、なので、小学生というのはこぞって、あ、オーガめっちゃかっこいいじゃんということで乗り込んで、で、そうなると、まあさっき言ったステータスの高さ、であとは昔はキッズが多かったんで、まあ、そのキッズが全てオーガに吸われてしまったこと、全体的な人口というのはどんどん増えていって、それで問題を起こす人が増えて、でなんかこうオーガ男ってやばいよね、そういうイメージがついてしまったんですが、今ではそういった人たちは全員やめていったんで、今は大人しかいない。オーガ男でなんか初期装備とかしてる人以外でなんか問題行動を起こしてる人って今まで多分見たことないんですよね。まあ、やっぱ個人的にやっぱ大人の人多いなってイメージ。まあ、ただ欠点がある。仕草が合わせにくいということ。でかいですよ、オーガって。なので、他の種族と比べて身長がでかい分、いろんな仕草を合わせにくいんですね。あとは身長がでかくて、歩幅がでかい分、なんか歩いてるスピードがめっちゃ遅いような気がする。まあ、気がするだけであって実際には同じなんですけども、まあそれはちょっとね、やっぱやってて、ちょっと爽快感が足らなくなるかなって感じはしますね。まあというわけでこちら、オーガ男でした。それでは連続でオーガ女見ていきましょう。右側の画像は一番人気な、まあやつを、まあさっきみたいな感じで組み合わせたやつ。個人的に思うこととしては、オーガ男と比較して戦闘はあまり得意じゃない。そういう人が多いイメージ。ただこういう王が女の人、いろいろな雑務的なやつは全部終わらせてるイメージ。例えばパニガルムとか、であとは種集めしかり、サブクエしかり、なんか自分の周りのフレンドの王が女の人ってそういうことね、ほとんど終わらせてる人ばっかなんですよね。なので、まあ、戦闘こそあまりやらないけども、まあそういったストーリーとか、まあそういうことっていうのが好きな人がなんか多く集まってるのかなって感じはする。であとは王が女使ってる人、だいたい4若持ち。まあ、自分の周りで言うと、ヨモギとか、で、あとは、その他には、もう一人フレンドがいるんですけども、まあ、その人は2若なんですけども、なんかそういう4若とか2若とか、そういうの持ってる人が結構多い感じですね。戦闘以外のことを極めたい。まあ、そういう人がいっぱいいるんじゃないでしょうか。まあ、あとは変わった人が多いということですね。まあ、そんな感じで、王が女でした。それでは続いて、魚ということで、男から見ていきましょう。まあ、右側のやつは、まあ、相変わらずさっきと同じような感じ。まあ、いますね。この顔とこの髪型、いますね。まあ、早速ね、どんな感じなのか見ていくと、
タイムアタック勢とか結構多いイメージですね。まあなんかガチガチに戦闘やり込んでますみたいな。まあそういう人が結構多い印象で、まあただちょっと思うのが個人プレイな人は多いかなって思う。で、あとはモテたいならこれということ。なんだかんだイケメンですから。で、なんだかんだやっぱ女性にモテるんですよね。なのでよくドラゴンクエスト10で結婚しましたみたいな。まああとはなんか相方と呼ばれる、つまりゲーム内恋人を作ってますみたいな。まあそういう人たちは大体まあ魚を男のイメージが強い。まあとにかくなんかドラゴンクエスト10でちょっと誰かと結婚したいとか付き合いたい、そう思ってる人、とりあえず可能性を上げるんであればウェディ男、これを選ぶのが間違いない。であとはベルトロのコスプレしてる人は大体いい人ということ。魔界に出てくるキャラクターなんですが、まあそのコスプレをしてる人はマジでいい人が多い。それでは続いてウェディ女ということで、中の人が女性の確率が高いような気がします。まあというのも自分の周りのフレンド、このキャラクターを使ってる人っていうのがまあ結構中の人女性の確率が高い。まあ本当に7割とか8割ぐらい、大体なんか中の人女って感じですね。まあ、やっぱり女の人から見たらスタイルがいいというのは憧れることなのかなとも思いまして、まあ結構若々しい感じっすよね。なんか東横とかにいそうなザ陽キャみたいな、まあそんな感じのイメージ。まあなのでまあ女性の人からしたら結構こう憧れる存在というか、なんかかっこいい女の人みたいな、まあそういうイメージがあるんでしょうか。まああとはちょっと個人的に言えることは、整体とか行った方がいいのかなって感じはする。まあまずこの立ち方見てほしいんですけども、まず軸真ん中にね、軸合わせた時にめちゃめちゃガクガクなんですよ。であとはこのキャラクター使ってみるとわかるけど、歩いてる時とかフラフラなんですね。であとは戦闘当時の武器の構えモーションとかフラフラなんですよ。いつ倒れんのかわかんないぐらいの、まあ、それぐらいフラフラなんで、ちょっと整体とかで背骨とかをゴキゴキしてもらって、まあ、ちょっとこうまっすぐね、体の重心を整えるのがいいんじゃないかなと思っております。はい、というわけでこちらウェディ女でした。それでは続いてエルフ男。もうこれはね、ショタ好きにはたまらない一品ですよ。結構寝鍋の人が多くて、まあ、つまりこのキャラクターを使ってて中の人女みたいな、まあ、そういうことで、まあ、寝かまの逆バージョンみたいな人が多かったりするんですね。この前フレンドでずっと男の人だと思ってたんだけど、まあ、実は女でしたみたいな、そういう人もいて、ちょっと自分でもびっくりしてました。だから意外と多いのかなって印象はありますね。であとはお金とかいっぱい持ってそうっていうこと。なんかやたらとエルフ男ってお金持ってんすよ。やたらといい装備買ったりとか、希少格レベル5にしていたりとか、なんかそんな感じの人が多いっすね。であとはこだわりが強いということ。これはまあ良くも悪くもこだわりが強い。まあ自分の周りのエルフ男の人がまあ結構こだわりが強い人が多くてですね。例えばレベル上げとかで新しい構成を発掘したりとか、まあそういう人も結構多かったりはする。まあというわけでこちらエルフ男。で続いてはエルフ女ですね。まあこちらですね、よく言われるのが、おい全員エルおじだろって、まあ要は中身がおじさんでしょ、まあ、そう思う方結構いると思うんですけども、確かに全体的な人口多いんでおじさんの人数というのも結構多かったりする。だけど意外とね、関わってみると、あ、おじさんじゃなかったんだみたいな、まあそういう人も多いわけだし、まあそんな感じで半々ぐらいですね、本当に。であとは戦闘ガチ勢の人がクソほど多いということ。いやマジで多すぎる。緑玉の検索機能とかで見てみると、なんかこうやばい感じのさ、ガチ寄りな感じの募集文を書いている人というのは、まあマジで結構エルフ女の人が多かったりするんで、なんかエルフの女で中身おじさんかどうかを見分けるっていうのが、まあ個人的にありまして、まず絵文字を使ってるかどうか、顔文字ですね。そういうのをまあ可愛くこうキャピキャピ使ってる人は結構女の確率が多い。だったら定型文とかしっかりやってる人っていうのが結構女の人の確率が多い。まあ、あとはツイッターとか見てみると、あ、この人男だなとか女だなとか、そういうこともわかりやすい。まあ、あとはドレスアップとか見て、なんとなくこう感覚の問題なんですけども、まあそういうことでわかったりもする。まあ結構そういうことで、あ、この人の中身はって見分けるのが割と面白い。まあそういう個人的な趣味もあります。であとは人口が多いということ。まあ可愛いのでめっちゃ人口多いんですよ。おじさんも女の人もみんな使うんすね。まあなのでエルフ女というのは、まあ、サブキャラでも作りやすいし、メインキャラでも
作りやすい。なので全体的に見るとエルフ女の数というのはとてつもなく多いということですね。まあリアルでいうところの、まあ、JK ですね。まあなのでドラゴンクエスト界の JK、 女子高生といえばエルフ女で、あとはまあその分恋愛絡みの話が多いというのも、まあちょっとこう、まあいい意味でも悪い意味でも、まあそんな感じ。まあ何はともあれ結構可愛いというか、まあかなり可愛いキャラクターなので、まあとりあえずもう作っておいて損はないかなっていう感じですね。それでは続いてドワーフということで、ドワオから見ていきましょう。まずネタとして作る人がもう9割ぐらいいるっていうこと。なんとなくこう何のね種族作ればいいかわかんねえっつって、あ、なんかドワオとかとりあえずいいんじゃねえぐらいの感じで、あ、なんか見た感じおっさんでちょっとね腹も出てるけど、まあこれネタとしていいっしょみたいな、まあ、多分ガチで作る人ってあんまいないと思うんですよね。なので9割は言い過ぎかもしんないけど、マジでネタとして作る人が多いので、まあそういった感じで、食べ物で例えるとするんであれば納豆ですね。まあやはり納豆好き嫌い激しい。初めて見た時はね、うわこんなくせえ食べ物食べられるかということで、まあ、子供の時ね食べさせられた人ならまあ普通に食べられるんですけども、大人になって初めて納豆を見た人、うわこんなのみんななんで食ってんのみたいな、まあそんな感じでね、第一印象はドワオというのはそんな感じなんですけども、意外と食べてみるとあれ美味しくないみたいな、あ結構うまいねとか、まあ逆もまたしかり、やっぱまずいじゃねえかって思う人もしかり、まあ結構これ好き嫌いが激しいですね、ドワオというのは。まあというわけでこちらドワオでした。はい、それでは続いてドワコということでね、もうこれはもうフラちゃんが今使ってるキャラクターですよ。はい、まず可愛い、ザ可愛いです。もうこれドラゴンクエスト10のアストルティアで一番可愛い種族、異論は認めません。であとは仲間意識が強いということ、同じドワコ同士くっそ仲間意識強いんですよ。なので街とか歩いててドワコとすれ違ったらお互いにいいねするとか、であとはお決まりの挨拶おにぎりってやつやったりとか、まあ、結構そういうことある。でしかもその人らっていうのは初対面なわけなんで、なので同じ種族というだけで仲間ということで、まあ、そういう感じで思ってる人はマジで多くて、基本的にドワコはドワコ同士で遊ぶみたいな感じがもう定着していますね。まあ、ドワコは群れる、まあ、そんな感じ。ドワコが1人いたら2人になって4人になって8人になるみたいな。で最終的になんかとてつもない群れになってみんなで集合写真撮って、でそれで改ざんするとか、まあ、結構本当にあるよ。まあ、あとは証拠として自分が入っているルームとかマジでもうドワコしかいないんで、であとは自分のフレンドとかドワコしかいない。まあ多分こういう人マジで多いと思うんですよ。まあドワコ使ってる人はドワコのフレンドも多いし、ドワコのルームも入るし、なんならドワコのチームだって入る。それぐらいドワコが好きで、めっちゃこう種族愛強い人が集まるんで、仲間意識もおのずと強くなる。そんな感じですね。であとは結構戦闘に関してなんですけども、これガチ勢がね、結構少ないですよ、意外と。タイムアタックですごいタイム出しますとか、そういう人が意外と少ないんですけども、ただ、上手い人は多いということ。タイムアタック勢までとはいかないけども、全体的にめちゃめちゃ上手い人はやっぱ多いので、なのでドワコ同士で組むと結構勝率も高かったりする。仲間意識も強いので楽しくやりたりして、で、それでモチベーションとかね、あとは全体の士気とか、その辺も維持したまま、まあいい感じに戦闘をすることもできる。で、あとはサブキャラクターが結構多いかなって感じ。まあただ、サブキャラといってもメインに移行する人もめちゃめちゃ多い。使ってみるとわかるけど、めっちゃ可愛いんですよ。なので、なんとなくこうエルコを使って遊んでたけども、なんかドワコ可愛いねっつって、でドワコドワコドワコってなって、で、あ、もうドワコ作っちゃおうっつって、でドワコを育てよう、あ、なんかエルコ抜いちゃった、もうこっちメインでよくねみたいな、そういう人がめちゃめちゃ多いということ。自分なんかも実はサブキャラクターだったんですよ。まあ、最初にこうプクリポを作ってちょっと遊んでたんだけども、なんかドワコがすごく可愛く見えて、でなんとなくこう作って育てる育てるってやってたら、あ、なんか抜いちゃったっつって、じゃあもうこっちメインにしようっつって、それっきりもうプクリポの方はいじってなかったりとか、多分最初からドワコを作る人っていうのは少ないと思うんですよ。まあ、なので、まあ、最初こそわからないけど、まあ、ドラゴンクエスト10をやってるとドワコの魅力ということにだんだん気づいてきて、なので最初のバージョン1の頃ってドワコの人口って 1% だったんですよ。ところが10周年目の国勢調査によると 6% まで増えてたらしい。なんと6倍ですよ。これガチでやばくないですか、6倍って。まあ、あとは運営のお気に入りの種族なんで、まあそういうことでドワコが結構優遇されてる場面といえばシグさ、まあ、この辺の作り込み度が結構すごくて、他の種族に加えて表情とかがマジで豊かなんですよ。まあ、指差しとか結構あって、なんかちょっとしたモーションとかにこだわりがあるんですよね、ドワコって。体の揺れだったりとか、手の位置だったりとか、表情とか、他の種族と同じ仕草であってもなんかドワコだけクオリティが違う、そういうことは結構あったりする。なのでこの辺
運営の、まあ、いい感じのお気に入りというね、恩恵を受けられるというのがドアコで、あとは大体自分が一番可愛いと思ってるのがドアコ、自分の使ってるキャラクターが一番可愛い。なので他のキャラクターが可愛いと言っても結局まあ自分のキャラクターは可愛いよねということで、余裕の表れとして他の人を可愛いと言ってることが多い。あとは結構ロリコンっていう人いるんですよ。なんかドアコ使ってる、うわお前ロリコンだ、違うんす。もうこのドアコを使うというのは別に性的な意味で見ていない。そもそもロリコンというのは幼い子に対して、幼女に対して性的な目で見てしまう、そういう人がロリコンなわけで、ドアコを使ってる人というのはドアコ自体が、まあ例えるなら子供、子供って可愛いじゃないですか。でも子供に対して性的な目で見る人って少ないですよね。みんな可愛いと思ってるけどそういう人は少ない、まあ、そういう感じでドアコを使ってる人は多いんですよ。まあなので強いて言うんであれば、ドアコを使ってる人をロリコンっていうその発想をしてしまう人こそがロリコンということにもなるということで、個人的には思っている。まあというわけで、まあドアコだけね、やたらとボリュームが多くなってしまいましたけども、マジでやっぱめっちゃ可愛いんで、これから使うんであればドアコ最強、もうドアコ一強、ドアコは天下無敵ということになります。はい、というわけでこちらドアコでした。はい、それでは続いてプクリポ男ということで、はい、こちらなんですが、まず言わせてください。変人の集まりということ、まあ言い方変えれば個性が強いということですね。エロガキみたいなやつもいれば、であとは紳士なやつもいたりとか、まあ、本当になんかプクリポ男って普通な人が少ないんですよ。逆に普通なのが変人みたいな感じにももう思えるぐらい変人の方が多くて、いやマジでこのプクリポ男を使ってる人というのは何かしらめっちゃ個性を持っている。であとは大体ね、何でも許されると思ってる。何をしたって、あ、プクリポ可愛いんでね、あ、しょうがないでしょみたいな。まあ、例えば猫いるじゃないですか。猫がパソコンの電源を切ります、コーヒーをこぼす、だいたい許されるんですよ。なぜなら可愛いから。まあ、多分使ってる人もそういうことで思っている。何やっても許される。女性のスカートを覗いても許される。多少詐欺したって許される。まあそれはギリ許されないか。まあそういうことで、まあ基本何でも許されると思ってしまう。なぜなら自分は可愛いから。まあこれはね、やはりしょうがないですね。であとはラッカラン一様によく生息しているということ。これはプクリポ共通。昔自分統計取ったんですよ。1ヶ月半ぐらいかな、毎日のようにラッカラン一様いろんな時間帯行って、で、プクリポがじゃあどれぐらいいるのかっていう調査をしたんですよ。というのもなんとなくプクリポってラッカラン一様多いよねということで、まあラッカラン一様ってダイス会場と呼ばれるギャンブルの場所なんですけども、まあ要は裏カジノみたいなもんですよ。だそこにやたらこうプクリポ多いなということでやってみたんですけども、案の定多かった。というのも、どの時間帯も3割以上はいるということ、多い日には全体の半分プクリポだったこともある。まあそういうわけでね、あの小さな体にはドロドロとした念のような、もうその欲望の塊が詰まっている、それがプクリポです。それでは続いてプクリポ女見ていきましょう。まずザ可愛い、もう写真見てわかるね、これ可愛いね。いやマジで可愛いんすよ。なのでもうプクリポ男よりも何しても許される、もうそれぐらい。なんだったらプクリポ男は何でも許される可能性があるけど、ただプクリポ女に関してはもう許される、もう 100% 許される。何したって大丈夫、壺割っても大丈夫、万引きしても大丈夫、もうとにかくもう可愛いだけで全てが許されてしまう。まあさすがに万引きまでは許されないけども。であとは意外と毒舌ということ、まあこれ割とそうなんですよ。いや本当に意外と毒舌な人多くてですね、まあ暴言言ったりとか、まあそういう人も意外と多かったりする。ただ恋愛絡みの揉め事も意外と多いということね。というのもエルコとかと違って、なんか相方、つまりゲーム内恋人と別れたとか、なんかこういう最低なことされた、そういう可愛いもんじゃなくて、例えば不倫されて離婚して、であとは仕返しがうんたらでとか、そういうことが結構ツイッターとかでたびたび見るんですよね。まあ、なのでそれなんでかなって思った時に、プクリポ女って結構主婦がやってること多いんですよ。なので主婦といえばもう結婚している、なので不倫とか、まあ、その辺に発展したりとか、まあ、そういうことで、まあ、結構重めな感じの恋愛トラブルっていうのが多いのかなって感じの考察はしました。まあなのでこちらプクリポ女、まあ、基本可愛い、めちゃめちゃ可愛いんで、まあ、ぜひとも皆さん使ってみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのは全職業の個人的なイメージということで紹介しました。まあ意外とね、フラちゃんと同じようなことを思ってる人も多いんじゃないでしょうか。これから何の種族選ぼうかなと思ってる人、はい、今回の動画参考にしてぜひともドアコを選んでみてください。今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。